はい、どうも皆様こんにちは、中村です。1週間ぶりの動画の更新となりました。本日の動画の内容はですね、インのグラちゃんでですね、皆様から悩みを募集しまして、その悩みをですね、人生で何も成し遂げたことがないこの僕がですね、すべて全力で答えていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。悩みの数がですね、300ぐらいあったのかな。本当に皆さんありがとうございます。数えてないけど。それでは行きましょう。はい、それでは早速悩みを答えていきたいと思います。こちらにね、皆様の悩みが入ってるんで、全力で答えていきたいと思います。はい、まず最初の悩みでございます。両手で仕事ができません。まず何の仕事、何の仕事だろう。一つのことに集中しすぎてあれもこれもしなきゃって仕事の時テンパって何もできませんね。だからあんたは何の仕事してんのよ。行きましょう。狙ってる年下男子をどうしても彼氏にしたい、自分高3男高2どうしたらいい。中村もうこう前から歩いててきた瞬間もうキッてしちゃいなよ。もう唇バッキッて、もう忘れられない秋にしちゃいなよ。忘れられない、忘れられない秋に。お人しすぎていつも同じ失敗をしてしまいます。人を信じるな。はい、彼氏ができないです。頑張ってください。うるさいです。バイク行きましょう。好きな人が学校にいないとその日一日モチベ上がらない。うるせえ、うるせえ、これ何これ。ずっと私のおしぴです。愛してる、悩みゆえっつってんだよ。2週間前にめっちゃ好きだった彼氏に振られました。どうしたら新たな恋人はできますか。 Tinder タップル。お金がない、働いてください。続きまして、彼女に対して嫉妬とかめっちゃして思うとこって思われるのが怖くていろいろ我慢してます。おかしいだろこれ。好きなら好き、キスしたいならキスしたい、やりたいならやりたい、もうぶつけろっつってんだよ。それがぶつけれないならそれは本当の恋じゃないです。元彼が好きすぎて困ってます。なんか辛いね、辛いね、ごめんね、何も言えない、 ごめんね、辛いね。はい、次行きましょう。好きな人が結婚してしまいました。辛いですね。わかりますよ、僕もすごく気持ちわかります。好きな人とは絶対結ばれないという構造になってます。この大日本国はそういう構造になってるんですよ。誰かが決めたんでしょうかね、わかんないですけど、頑張りましょうね、共にね。仲良かった子が急に仲間外れにしてきて困ってます。もういいんじゃないそいつ。逆に切ってあげるみたいな感じで、その上のスタンス立てば、あなたが逆に私が切るからみたいな。どうせそいつとはもう一生仲良くしないんだから、もうババアになったらもう忘れてます、その人のことは。そう思って学校生活頑張ってください。はい、男子がする脈あり行動、脈あり行動はもうまあわかんないですね。僕基本的に結構可愛かったら可愛いって言っちゃうんですよね、好きじゃなくても。すいません、すいません、よくわかんないです、僕ごめんなさい、ただのクソ野郎でした、すいません、クソ野郎のアドバイスしかできません。はい、どんどんいきましょう。自他ともに認める男運のなさで困っています。大丈夫です、僕も多分恋愛もないんでね、頑張りましょうね、絶対好きな人とね結婚しましょうね。学校始まってニートから抜け出せない、学校行ってんじゃねえかよ。推しの初主演映画でキスシーンがあるかもです。見に行きたいけど行きたくない、助けて、見に行かなければ。全然関係ないけど仲間が私の精神安定で日々楽しみにしてたから全然関係ない、だから悩みを言ってほしいんだよ。はい、高卒で働いてるんですけどめっちゃ仕事きつくて腰も痛いし仕事辞めたい。辞めちゃえ、辞めちゃえ、うるさい、車がうるさい、辞めていいと思いますけどね。僕も高卒で入って職場の夜逃げしましたから、夜逃げして芸人になりましたから大丈夫ですよ、夜逃げしてください。好きな人と高校が違くて自分も消極的、何も進展がありません。もう無理ですね、それは自分も消極的なら無理でしょう。無理だと思います、それは。積極的に行きましょう。はい、将来看護師になりたいです。今とても大変です、心折れそうです。そんな時どうすればいいですか。そんな時この動画見ればいいじゃん。彼氏に浮気されたけど嫌いになれなくて別れられない、いつか私が捨てられそう。いやもう捨てちゃえよそんなやつ、マジで捨てちゃえよ。クズ男代表して言います、逆にクズ男ですけど僕も。
そう、捨てちゃえばいい、そんなクズ男。クズ男が言ってますんで、そんなクズ男捨てちゃえばいいんだから。絶対絶対もっといい人いる、高収入で性格も良くて、絶対もっといい人いるから、クズ男代表しています。何回言うんだっていう、唾がいっぱい飛んだっていう。はい、行きましょう。胸が大きいせいで 99.9% 変態寄ってこない。あ、何これ、変態しかじゃなくて変態が寄ってこないですか、胸が大きいのに。もったいない。僕だったらクラウチングスタートでこうですよ。クラウチングスタートでこうですよ、もう。あ、本当に？そう、もったいないね、周りの。もったいない。僕はだったら行くけどなぁ。はい。足が臭い。あれ。絶対両思いだろって人にこっぴどく振られました。大丈夫です。僕もね、両思いかなと思った人に告白しようと思ったその日にですね、彼氏できましたって言われたんで、大丈夫です。今生きてるんで、こうやって強く。別れて1ヶ月、未練タラタラだから、中村ジャズ演奏しよう。僕で遊ばないでくれますか？はい。なんか常にしんどい。わかります。絶対これギャルだろ、送ってきたの。なんか常にしんどいって。絶対ギャルだろ、わかりますよ。僕もしんどいっすよね。もうなんか動いてるみたいな感じで毎日動いてます。わかります、わかります。うるせえ、バイク。はい、行きましょう。ね、自分でも吐き気がするほど飽き性なところ、ずっと好きでいられない。最低なのは自覚済み。じゃあ最低のままでいいじゃん。僕も最低、最低同士、固い握手しよう。続いての悩みいきましょう。乳輪がでけえ。知らねえよ。何乳輪がでけえって。はい、性欲が人より強いです。僕と勝負だ。はい、行きましょう。しつこく絡もうとしてくる会社のセクハラおじさんを撃退したいです。もうなんな、そいつのジジイののどちんこにアースジェットぶち込んだけど。今周りにいる友達と会わなくて気を使ったり、毎日やんだり、とても疲れます。もう一人でいいんじゃない？僕も基本ずっと一人ですよ。はい、好きな人に振られました。もう元気が出ません。死にたいです。そんな、絶対言っちゃダメ、死にたいですとか。そんな、いっぱいいるんだからさ、男でも女でもいっぱいいるんだから、絶対その人が絶対一番なわけないんだから、本当に。いっぱいいるんだから、いっぱい、いろんな、もうやりたいこともしちゃえよ、もう、その、エロいこともいっぱいあるんだから、奥が深いんだから、もう、それを、あなたは、その、研究してください。それはもう、自由研究の課題です。体毛いらん。わかります。野球選手ってなんでずっとガム噛んでるんですか？あれはなんかね、この集中力をね、集中力が増すらしいですよ。説によると。わかんないんですけど、今年21歳童貞なのですが、どうすれば卒業できますか？出会いがありません。タップル Tinder。 大学1回生で処女やばいですか？全然やばくないでしょ。むしろあなたは日本の宝だ。あなたは、はい、日本の宝でございます。明日のご飯はカレーでいい。なんであなたは奥さん気取り？トイレに行きたい。行ってください。はい、女子校彼氏できない。だって女子校だもん。それとも教頭先生と付き合いますか？あなたは。親友が陥没乳首で悩んでいて、自分の乳首をストローで吸ったらしいです。いい対処ホスピタル。はい、行きましょう。リンゴの皮が綺麗に剥けないことが悩みです。かわいいなぁ、おい。はい、パンも作れるのに誰も嫁にもらってくれそうにない。私は一体どうすればパン工場に就職だ。ジャズ演奏が苦痛です。どうしたら楽しく演奏できますか？ちなみに女です。あら、これは本当ですか？そのなんか、なんだろう、それをだけをやるっていうのは確か楽しくないと思います。例えばその好きな人がいたら、その人と動物園行ってこう一緒にキリンとかを見るじゃないですかね。例えばですけれども、キリンとか見て一緒に、あ、可愛いね、このキリンちゃん可愛いねとか言ってるので、夜はその動物園、夜の動物園楽しむみたいな、わかりますかね。その昼はキリン一緒に可愛いねって言ったのに、その夜は自分たち獣になるみたいな、なんかその振りを作る。朝と昼でその夜の演奏会に向けて振りを作るんですよ。で、その夜でオチを作るっていう、それを試してみてください。個性がないこと大丈夫です。僕もないんで、ないけど、このごまかしやってるでしょ。このなんか、とか言ったり、この個性がないくせ、こんなさ、普通の髪型でこんな普通な顔でさ、とかやってるんで、おすすめですよ。変顔するっていう。胸のサイズが左右で違いすぎます。ちょっと一旦、これ持ち帰らせていただいて、ちょっと一旦見せていただいて、すいません。これは一旦見せていただいてですけれども、ズバリ恋愛っすねって。どういうこと？恋愛のなんすか？私がなんかズバリって、丸尾くんみたいな言い方して。丸尾くんじゃないんだから、あんた。すごいね。彼氏欲しいでたくさんいますね。大事。
でもみんなタップルせえって言ってんだ、だからうるせえってバイク。19年彼氏ができません。最初最近手をつないだのは保育所です。かわいい、なにこれかわいい。あなたは日本の宝だ。パート2。高一女子なのに重度の切れ字、ジニーにはボラギノール。いきましょうか。悩み事はありますかという悩み事ですかね。悩み事は本当に、まあ、ないっちゃないっすね。本当お金がないなぐらいですね。だから売れたいんすよ。はい、それぐらいです、マジで。中村君とどうやったらお付き合いできますか。やめとけっつってね、こんな男。やめとけよ、こんな男。はい、次の悩みいきましょう。私は自分の顔が大体大嫌いです。できるのなら今すぐにでも整形したいぐらいです。それぐらい嫌いです。なるほどね。でも分かりました。僕もね、中高の頃本当になんかその童貞クソ味噌坊主だったんで、本当にもうツルツルのもうクソ芋だったんで、分かりますけれども、そういう気持ちね。なんかでも本当人ってもう髪型だと思うんですよ。マジでほぼ髪型だと思ってて、印象とか可愛さとかかっこよさってマジで髪型でどうにもなります。だから美容院、いい美容院見つけて、マジでめっちゃ可愛いいい感じの髪型にしたらどうですか。あとね、洋服、もう洋服も自分の好きな系統とか、もう可愛い洋服着てすればもう絶対可愛くなれるから、本当信じてください。もうこうやって真面目に答えます。髪型と洋服です。ぜひお試しあれ。じゃあ最後の悩みいきましょう。中村しか勝たん悩みを言って。